皆さん、こんにちは。今回は高畑敦子さんの結婚と借金から、息子の逮捕や息子の病気説に関する話をご紹介しましょう。高畑敦子さんは NHK 連続テレビ小説舞い上がれでヒロイン舞を演じる福原遥さんの祖母翔子役として熱演し、その演技が NHK 側や視聴者からも大絶賛されました。バンバとして視聴者の涙を誘う演技が評価され、当初予定されていた出演シーンが増えたほど、五島列島でのロケでも地元の人々からバンバーと親しまれ、高畑敦子さん自身も、私こんなに人気者だったかしらと満面の笑みを浮かべていました。そんな高畑敦子さんの一度目の結婚は24歳の時でした。最初の旦那は劇団青年座の団員だそうです。馴れ初めは想像通り劇団員として共に切磋琢磨していくうちに愛が芽生えたのでしょう。舞台は長期間稽古で朝から晩まで一緒過ごすことから愛が芽生えやすいと言われています。甘い結婚生活とは裏腹に、当時の2人は無名だったことから、収入はほとんどなく食べていくことが難しいくらい家計が苦しかったそうです。極貧生活が続く中で気持ちにすれ違いができてしまい、1年8ヶ月の婚姻期間の末破局してしまいました。高畑敦子さんの2度目の結婚は1986年32歳の時でした。結婚のお相手で2人目の元旦那は演劇関係の仕事をしていた一般人男性だそうです。結婚の決め手はおめでた婚でした。同年11月に女の子が誕生しています。しかし結婚生活は長くは続かず、6年半で離婚していますが、その間長期にわたり別居状態となっていて、2人の関係は早い時期に破綻していたようです。関係が破綻していたにもかかわらず席を抜かなかったのは、当時長女が保育園に通っていて、その間に名字が変わることがかわいそうだと考えたためだと報じられていました。また高畑敦子さんは2人目の旦那さんとの婚姻期間中に俳優の大谷亮介さんと事実婚をしています。高畑敦子さんは2人目の婚姻期間中に大谷亮介さんの子供を妊娠していましたが、夫婦関係が破綻している間の交際なので不倫には当たらないと大谷さん側は主張しています。また2人目の旦那さんから大谷さんへよろしく頼むと一声もあったそうです。しかし大谷さんとは席を入れることなく、5年半ほどで破局を迎えてしまいました。大谷さんと高畑敦子さんの出会い、馴れ初めは舞台共演だと思いますが、どの作品かは定かではありません。昔大谷さんが30代の頃に高畑敦子さんと舞台で共演したことがあると J キャストの取材で明かしていたので間違いないでしょう。交際当時大谷さんと高畑敦子さんの関係は舞台仲間の間では周知されていて、誰に対しても分け隔てなく接する優しい人柄に高畑敦子さんが惹かれたと報じられていました。事実婚状態の時は長女の名字が変わることを懸念して前の夫との婚姻関係を続けていたことから、大谷さんとは結婚せず、大谷さんの子供である長男を妊娠した時には破局をしていたことから、高畑敦子さんと大谷亮介さんは結婚をしなかったそうです。また高畑敦子さんは68歳という年齢ながらも早くから就活ノートをつけていました。春めく2021年6月号のインタビューで、高畑敦子さんは子供たちに読んでもらうお母さんが死んだら開けるノートというのをずいぶん前から作っておりまして、劇団のマネージャーさんや頼りになる税理士さん、会計士さんの連絡先、この保険会社に連絡すると死亡保険が入りますといった事柄を細かく書いていますと語っていました。高畑敦子さんには90歳超えの母親がいますが、80代から認知症の症状が出て数年前に老人ホームへの入居を決めたとのこと。その費用がかなりの額になるようで、高畑敦子さんは子供たちには同じような負担をかけたくないと話していたそうです。高畑敦子さんはシングルマザーで2人の子供がいます。長女の高畑こと美さんと長男の高畑裕太さんです。その中でも高畑裕太さんは
ある不祥事を引き起こし、高畑家の状況を大きく変えてしまいました。2016年8月23日、群馬県前橋市のホテルで40代の女性従業員に乱暴を働いたとして、高畑裕太さんが逮捕されたのです。この事件は群馬県警による強姦致傷の疑いでの逮捕であり、高畑裕太さん本人も容疑を認めています。高畑裕太さんは2012年に俳優デビューを果たして以来、様々なドラマや映画に出演してきました。特に NHK の連続テレビ小説まれにも出演し、バラエティ番組では母親の高畑敦子さんと共演するなど、天然キャラとして人気が高まっていました。そんな中での逮捕は芸能界のみならず一般家庭にも大きな衝撃を与えています。事件当日、高畑裕太さんは前橋市内のビジネスホテルに滞在していました。この滞在は同市を舞台にした映画青の帰り道の撮影のためでした。高畑裕太さんは撮影スタッフとともに夜遅くまで酒を飲んでおり、午前2時過ぎに部屋に歯ブラシを持ってきてほしいと女性従業員を呼び出しました。女性従業員が部屋に来たところ、高畑裕太さんは彼女の手を無理やり掴んで部屋に連れ込み暴行に及びました。この際、女性は右手の親指や手首の関節に打撲を負っています。事件が発覚したのは午前3時半過ぎに女性の知人男性が110番通報を行ったことによります。通報内容は、知人が部屋に連れ込まれ、ベッドに押し倒されて乱暴された、犯人は高畑裕太だというもの。高畑裕太さんは泥酔しているわけではなく、警察の任意同行にも素直に応じ、午後1時40分に前橋署で逮捕されました。高畑裕太さんは調べに対し、女性を見て欲求を抑えきれなかったと述べ、反省の言葉を口にしています。また企ててはいませんと計画性を否定していますが、数日間ホテルに滞在していたことから女性従業員の存在を確認していた可能性は指摘されています。母親の高畑敦子さんは息子の多忙な生活を心配していました。高畑敦子さんは7月に出席したイベントで、うちの裕太くんはとても忙しくしているので体が心配、ちゃんと寝てほしい、家に帰ってくるとソファに倒れ込んで死んだように寝ているので体に気をつけて長く仕事を続けてほしいと語っていました。しかし、その親心もお構いなしの事件が起きてしまいました。なお、高畑裕太さんはたびたび自身の性欲の強さを公言していたこともあり、ファンからはいつかやらかすのではないかと言われていたのだとか。2013年3月には自身のツイッターで、やるせない性欲に駆られてる、ああと投稿。2015年8月に放送されたフジテレビ系ダウンタウンのでは、僕性欲が強くてあんまり喋ったことない人にもおっぱいとか言いたくなっちゃう、下ネタも好きと発言していました。なお、高畑裕太さんについて発達障害やアスペルガー症候群の噂も浮上しています。特に注目されているのが、発達障害の中でもアスペルガー症候群ではないかという見方です。喘息や左耳の難聴、アトピーなどの身体的な障害も抱えていたため、会話ができなかった可能性が指摘されています。また、空気が読めない子供として知られており、忘れ物が多く、教師に叱られても平然として給食をおかわりするなど反省の色を見せなかったといいます。高畑裕太さんの気候は小学生時代から顕著で、自分の顔に絵の具を塗って歩いたり、母が学校に忘れ物を持って行った際にはコンビニで立ち読みしていたりしました。また、ゴミ出しを頼まれてもゴミを学校に持って行き、ランドセルを持たずに登校したこともあります。学校の帰りに道端の野良猫を追いかけ、練馬から埼玉まで行ったこともあったそうで、学校へ行かずにお風呂場で水中メガネをかけて素潜りしていたり、共演者に暴言を吐いたりするなど、様々な行動が多く見受けられました。また、母の高畑敦子さんの作る餃子をクソまずいと評し、動物に与える餌を自分が食べるなど、周囲を驚かせる行動を繰り返していたとか。このような行動から、高畑裕太さんには
注意欠陥多動性障害 ADHD 学習障害アスペルガー症候群などの発達障害の噂が流れたのでした。そんな高畑裕太さんですが、9月9日の午後2時過ぎに釈放されています。前橋署から出てきた高畑裕太さんは報道陣に向かって、この度は皆様に多大なる迷惑をおかけしてしまい本当に申し訳ありませんでしたと大きな声で謝罪し、数十秒頭を下げ続けていました。その後、車に向かっている最中に報道陣から被害女性についての質問をされるのですが、高畑裕太さんは質問に応じることなく、納得のいかなさそうな表情で車に入っていきました。この対応を見た一部のネットユーザーからは、ハニートラップの可能性があるんじゃないかと噂されました。高畑裕太さんがハニートラップにあったという可能性がささやかれるようになったのは、事件当日の不可解な内容が理由となっています。実は事件があった直後、被害女性は警察に通報することなく知人男性に相談していて、通報したのはその知人男性、また通報までに1時間以上の空白の時間がありました。しかも高畑裕太さんは事件の後ホテルの寝室で眠っていたというのです。普通これだけの事件を起こしたのであれば、自首するなり逃亡するなりといった何かしらの行動に出るはずだと思うのですが、のんきに寝ていたというのもちょっとおかしな話。さらに後日、高畑裕太さんの弁護士から合意の上で行為に至ったと発表されていたようです。ネット上ではこの他にも久本雅美さんがハニートラップの黒幕だったという噂もささやかれています。これは高畑敦子さんと久本雅美さんが不仲であるという話から来ているようです。久本雅美さんと高畑敦子さんは同じ舞台女優、久本雅美さんが所属する劇団はわはは本舗で、高畑敦子さんが所属する劇団は青年座です。劇団同士がライバル関係であるということなどから、劇団同士の競争や芸能界での競争などにより二人は犬猿の仲であるという噂が広まってしまったみたいですね。そして息子の高畑裕太さんは役者としてだけでなく、バラエティ番組の世界にも進出しています。仲の悪い女優の息子が久本雅美さんの得意分野であるバラエティ界に進出、このことが気に入らなかった久本雅美さんがハニートラップを仕掛けさせて高畑裕太さんを陥れようとしたというのです。ただこれは真偽不明の話というより、人間関係だけで憶測した一部のファンが吹聴した話なので、実際にはそんなことはないのでしょう。高畑裕太さんが逮捕された影響で、高畑敦子さんの女優業や CM、 バラエティ番組などの仕事が全てキャンセルになり、約8000万円という年収を失いました。しかし8億円といわれる不動産収入が高畑家の生活を支えたそうです。高畑敦子さんは都内の一等地に3軒の不動産を所有しており、そのうちの1軒は7年前に完成した地上3階地下1階の広大な2世帯住宅で、土地建物で約4億円相当、もう1軒は9部屋あるアパートで、最後の1軒も賃貸に出しており、年間で約2000万円弱の家賃収入があります。高畑裕太さんの騒動から半年後、高畑敦子さんは NHK のスタジオパークからこんにちはでテレビ復帰を果たし、徐々にメディアにも復帰しました。一方高畑裕太さんはしばらく表舞台から姿を消していましたが、東京都世田谷区内の介護施設でヘルパーとして約3年間勤務していました。その後は2019年に舞台復帰し、劇団ハイワイヤーを立ち上げています。2022年末には高畑こと美さんとも共演し、高畑敦子さんは初日から感激に訪れ号泣していたそうですよ。いかがだったでしょうか。今回紹介した高畑敦子さんの結婚と借金から息子の逮捕や息子の病気説に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。